デモックスは、スウェーデン王国の政党、ストックホルム県バーレントゥーナにて議席を許し、直接民主主義を実現している。デモックスは、インターネットを活用し、現行の間接民主制を、直接民主制で保管することで、市民の直接的な政治運営、直接間接平存政治を実現している。議会にて決議が必要とされる場合、デモックス代表は、市民が、 当ホームページを通してなした議決をそのまま反映している。これは選挙などのある一定の方法によって民意の代表者が選出され市民の権力の行使がその代表者に信託される旧来の間接民主主義政党とは対照的にデモックスの議員は常時市民のインターネットを通した直接的コントロールの下に置かれることを意味する。 バイントゥーナに居住する16歳以上のすべての者が、同等を通した政治参加の権利を持ち、また当ホームページでの議論には、世界中のあらゆる人が参加することができる。デモックスの場合、市民に投票の義務はなく、議題ごとの参加不参加は、市民の決断に委ねられている。市民の新規参入促進のため、 デモックスは題目ごとにアドバイザーを選ぶことができる制度をとっている。デモックスは2002年3月6日に決闘され、同年11月4日のバーレントゥーナの地方選挙で1.7%を得票し議席を獲得。19歳の学生、パリサ・マラグホリーが代表として地方議会に使わされた。彼女は2003年に職務を開始し、2006年に2.9%の 得票で再選されている。またデモックスは国政参加を目指しており、さらには直接民主主義の国際化を目標としている。ありがとうございます。